今日は机と乾いた布巾を使った四十肩、五十肩の、体操を説明していきます。机の上に乾いた布巾を置いて、その上に手を置きます。この時、肘をしっかり伸ばしてください。で、強い力を加えなくてもいいんですけれども、このまま、机を拭くように、円を描くように、肩から大きく動かしていってください。この時に肘を曲げたりして、肘を使って拭くようにすると、肩の動きが小さくなるので、肘をしっかり伸ばして行ってください。また、同じ方向だけではなくて、反対の動きでも行うようにしてください。で、大きく動かせないときは、もう小さく小さくでも構いませんので、できる範囲で頑張ってみてやってください。痛みがひどいときは、無理してやらないようにしてください。